着工1年半を詳しく見ていきますね。やっぱりと言うべきでしょうか。人手不足で、スケジュールに遅延が生じているのも事実です。本当に人がいないんですよね。2024年秋完成に間に合わない状況です。AI 重機など投入してみてはどうでしょうか。この2024年7月で、鹿児島県の離島である馬毛地、馬に対する建設工事、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその着工から、1年と6ヶ月が経過したことになるのだが、この工事の遅延が起きているのではと危惧する声が上がっている。自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される建設工事は、まず、他の様々な設備に先駆けて滑走路を整備する計画となっており、当初のスケジュールによれば、今年2024年の秋には、完成するものとして開始されていた。この滑走路の完成が、現時点で、2024年秋を目標としてきた計画より遅延するのではないかという声は、工事を請け負う事業者側が、建設業界の人材不足の影響から、予定していた人員数を確保できていないとの見立てから発せられている。これまでの防衛省側の見解では、2024年2月時点で、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその建設工事には、およそ6000名ほどの人員が投入されると説明されていたが、2024年6月末時点で、その数の6割強しか達成されていないためだ。昨今の日本においては、今年2024年早々の能登半島地震発生に伴う復旧工事や、来年2025年に開催予定の大阪万博の会場設備工事等々、日本全体で、こうした工事に従事する現場の人手不足が叫ばれて久しい状況ではある。ことに、能登半島地震発生に伴う復旧工事は、いつ発生するかは、予測の範疇を大きく超えた災害であったことから、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される、その建設工事への影響を事前に想定しておくことが困難だったことは想像に難くない。ただし、個人的には、自衛隊の仮称、馬毛島基地の建設工事は、近年悪化の一途をたどっている日本の安全保障環境を自力で改善しようとする試みの一つであり、なんとか優先順位を上げて取り組んでいただきたいとは感じてしまう。そもそも、自衛隊の仮称、馬毛島基地とは、いかなるものなのかかといえば、まず馬毛島そのものの地理的な位置、環境から振り返って考えてみることが、その重要性を認識する上では、欠かせないポイントになるだろう。馬毛島は鹿児島県の離島群である大隅諸島に含まれる一島であり、大隅諸島とは種子島や屋久島、口の選ぶ島といった島々からなり、この中で馬毛島は種子島の西方海上およそ 12km ほどの場所に位置している。このため、行政の区分において馬毛島は種子島の北部の西の表市に属しており、総面積は 8.20km。周囲の海岸線長は 16.5km、標高は最大でも 71.7m しかなく、総じて平坦な地形となっている。馬毛島、馬を含む大隅諸島は、北側に日本の特定海峡である大隅海峡があり、同様の宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、宮古海峡と並ぶ日本の国防上の要所であり、特に近年は南西諸島防衛の上で、重要な意味を持つと考えられる。急激な経済的発展を背景に、軍事力の拡張を続ける中国は、海軍戦力の増強も著しく、それらの艦艇が太平洋方面へと進出するためには、大隅海峡や宮古海峡を通過する必要があるため、この地域の重要性はますます高まっている状況である。自衛隊の仮称、馬毛島基地が同等に完成すれば、中国による、警戒、監視や様々な工作も想定されるが、逆に、日本側も、滑走路の整備により、航空戦力や、港湾の整備によって、海上戦力の拠点とすることが可能となる。現在は、こうした情勢下で、その地理的な位置の重要性も高まっている馬毛島だが、かつて、太平洋戦争時までは、大日本帝国海軍の防空用の監視所が設置されていた程度で、ほぼ無人島の状態が長らく続いていた。その後、1950年代に入り、馬毛島には民間人の開拓団が入植を行い、
サトウキビの栽培や酪農を行うようになったが、もともと平坦な道東には河川がなかったために、水の確保が容易ではなく、農業や酪農も採算が合わず、1980年には無人島に戻った。これと並行し、1975年には、当時の平和相互銀行が、投機目的で馬毛島を買収したが、それは、高度経済成長の最中である、日本人の余暇の過ごし方を見越し、道東に海洋レジャー施設を建設して、そうした需要を取り込む意図があったようだ。ただし、この馬毛島の海洋レジャー計画は、軌道に乗らず実行に移されることはなく、代わりに、こうした民間用の施設としてではなく、日本国が設置、運営する石油備蓄基地の一候補地に名が上がり、そうした官営用途への転用が起訴された。しかし、この石油備蓄基地も、同じ、鹿児島県の志布志湾内に設置されることとなったために馬毛島は捨て置かれたが、1983年には、右翼の人物を通じて、所有者である平和相互銀行に、馬毛島を自衛隊のレーダー施設の用地として国に売却する計画がもたらされた。平和相互銀行は、この話を実現すべく、政界に不正な資金を渡す工作に及んだが、これが馬毛島事件と呼ばれる汚職事件地として発覚してしまい、すでに経営状態が悪化していた同銀行は、これを機に、当時の住友銀行に吸収される形で消えた。一方の馬毛島自体は、平和相互銀行が、その活用を行うために設立した馬毛島開発株式会社が所有していたが、1995年に、東京の立石建設が、やはり、投機目的で、この馬毛島開発株式会社を買収、その後に、会社名をタストンエアポート株式会社へと改めた。馬毛島開発株式会社時代より馬毛島はわずかに、西の表市の所有する部分がある程度で、大半が、同社の所有下にあり、これを引き継いだタストンエアポート株式会社も、具体的な島の開発はほとんど行わず、公的な用途への土地の貸借や売却を狙っていたと思われる。そうした公的な用途としては、宇宙開発の一環としての機体の着陸場、原子力発電所から生じる使用済み核燃料の中間貯蔵を担う施設等への利用が取り沙汰されたが、これらも具体化することはなく、馬毛島は、事実上宙に浮いた状態だった。こうした状況に変化が生じたのが2007年のことで、小笠原諸島の硫黄島に変えて、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際の、その艦載機の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所の候補地として、マスメディアによる報道がなされた。FCLP 空母艦載機着陸訓練とは、入港したアメリカ海軍の航空母艦が出港するにあたり、その空母艦載機の搭乗者が必要とされる資格を回復するために行われる訓練のことで、端的に言えば、搭乗者の技量の維持を図るものと言えるだろう。この FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1973年から青森県の三沢基地、山口県の岩国基地で開始され、1982年以降は、主として、神奈川県の厚木基地で実施されていたが、騒音が問題となり、1993年からは、小笠原諸島の硫黄島で行われている。しかし、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に、駐機場所となっている厚木基地から、硫黄島までは、およそ 1200km、また、岩国基地からも、同 1400km と距離があり、アメリカ側から、代替地の確保が要求されてきた。このことから、FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所を馬毛島にできれば、その距離は、岩国基地からであれば、およそ 400km ほどと3分の1以下に短縮が可能であるため、2010年頃より、防衛省は馬毛島の活用に、前向きな姿勢であることが明らかとなる。そこから、実際に防衛省国側が馬毛島を購入する至る2019年末までには、タストンエアポート株式会社の対応にも紆余曲折はあったものの、結果およそ160億円で、馬毛島の買収は決着、今の仮称、馬毛島基地と呼称される開発へと進んでいる。もともと、
在日アメリカ軍の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所として見出された馬毛島ではあるが、現状硫黄島で実施されている FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1回あたり準備期間も含め1ヶ月程度が、年2回ほどの頻度で行われている状況である。したがって、仮称馬毛島基地が完成した場合、大半は自衛隊による訓練の拠点としての活用が可能であり、南西諸島の防衛力の強化に向けた大きな力になるものだと、個人的には期待している。今、まさに、護衛艦、加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進む中、今回は、護衛艦、加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定を詳しく見ていきましょう。中国の脅威が拡大すると同時に経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化は、ギリギリのところで間に合いそうだ。現在の海上自衛隊において、最大にして、最強の護衛艦である、出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲と加賀では、広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機をすとぶる、垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められている。出雲型護衛艦の公開初言は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの規模で、呉では、加賀が大きな存在感を示している。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として、SH-60 キロ哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたが、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしい。 F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発、単座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されている。当初から多用途戦闘機として開発されたため、対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては、同じ第5世代ステルス製空戦闘機である。F2 にラプターを超えると言われており、さらに、同一の機体構造を有する A 型通常離着陸機型と B 型垂直短距離離着陸機型及び C 型艦上機型の3タイプが存在していている。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である、統合打撃戦闘機、ジョイント、ストライキ、ファイターの略称、JSF とも呼ばれる。出雲型護衛艦での運用が予定されている B 型の F-35 はストブルと呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機である。その際には、エンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて、下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから、排気ノズルを下方に向ける形だ。また、エンジンから伸びるシャフトに関しては、クラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて、下方向への推力を得る。その際には、
額前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは後方ヒンジによる一枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているために、バブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていない。リフトファンの吸気ダクト扉後部には、2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となるストブル飛行時でも、エンジンに対しては、十分な吸気を行えるようになっているようだ。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して、垂直離着陸時やホバーリング時に、機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されている。このリフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークから再度エンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても、高いエンジン運転効率を維持することができる。防衛省では、F-35B を42機調達する計画で、2024年度には、最初に導入される6機を宮崎県にある新田原空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で、F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させる。この F-35B 飛行隊の陸上基地として、宮崎県の新田原基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても、加賀にしても定期整備を受けるためには、艦載機を陸上基地に下ろす必要があり、その艦載機のパイロットは、長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な発着艦技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に陸上の飛行場での訓練が必要となるためだ。米海軍では、その訓練を陸上空母離着陸訓練、フィールド、カリー、ランドイング、プラクティス、FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すのだが、現代の空母艦載機は24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには夜間離着陸訓練の実施が義務付けられている。この訓練が日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたが、これらの基地の周辺には民家や住宅地が多く、FCLP は夜間も実施されるために住民の反対による問題となっていた。現在では米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は第5空母航空団の FA-18E、FEA-18 ギガ、E-2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は硫黄島基地での運用が困難な時にだけ、三沢、横田、厚木、岩国で代替運用される。しかし、硫黄島基地は、岩国基地から約 1400km も離れていることを理由に、アメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は、岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に、FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始された。出雲、片空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際には、アメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に、米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても、馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言える。F-35B は、前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば、通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある各飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができる。その際、中国側から先制攻撃を受けて、滑走路が使用不可となっていても、ストブルとしての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては、非常に有効な戦力となること間違いなしだ。そのため、空自では、F-35B を、出雲、型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において、F-3 護衛や F-15J が、
短い滑走路しかなくて離着陸不可となるような小さな当初でも離発着が可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして、南西諸島などの島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっている。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していた。軍事専門家などの間でも、出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われている。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているでしょう。2024年7月12日、日本の防衛省は、令和6年2024年版防衛白書で、ついに、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の最新画像が発表されたとの情報をキャッチしました。今回は、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型を詳しく見いきますね。和製トマホークイア巡航ミサイル、サムライですかね。イージス艦への装備も決まっていますし、なんといっても、島嶼防衛に威力を発揮してくれる三菱が本気で開発しています。自衛隊の不祥事が続いていますが、私からもお詫び申し上げます。2024年7月12日、日本の防衛省は、令和6年2024年版防衛白書、防衛省自衛隊のホームページ上に公開、今回、同白書の表紙には、焼けた刀身を叩くイラストが用いられており、その刀鍛冶に、日本の防衛のあり方を例えた形だ。すなわち、それは、刀を抑止力と見立て、防衛省と自衛隊は、その刀を抜く状況に至らないようにと、これまでも、刀の鍛錬を行ってきたと述べられており、いざという場合に備えてきたという気構えを示したもののようだ。ちょうど、今年令和6年2024年は1954年7月に自衛隊が創設されてから70周年を迎えると同時に防衛白書も1970年の書簡の発行から50周年という区切りを同時に迎えたため冒頭にはその歴史を振り返る内容が盛り込まれている。また今回の令和6年2024年版防衛白書の刊行にあたっては現木原防衛省が太平洋戦争以後、最も厳しい安全保障環境下に日本が置かれている現状を、中国、北朝鮮、ロシアの3つの具体的な国名を挙げ指摘している。ここで、現木原防衛省は、こうした現状の日本の安全保障環境を踏まえて、それに対処すべく、安保関連の3文書、つまり、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画に基づく防衛体制の強化を表明している。そこでは、防衛体制の強化について、スタンドオフ防衛や統合ミサイル防衛の能力の強化を優先して実施すると述べられており、これらに注力することで、
日本の防衛力の抜本的な強化を着実に実現させることを訴えている。具体例としては、スタンドオフ防衛に関しては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の名を挙げて、これらの取得を前倒しで実施すると記述されている。また、統合ミサイル防衛に関しては、導入が中止された陸上配備型のイージス・アショアを代替するイージスシステム搭載艦の建造を急ぐ旨を謳っており、加えてそれらに使用する弾薬類の備蓄、防衛施設の強靭化を進めるとしている。さらに、対外的には、日本の唯一の軍事同盟の締結国であるアメリカはもちろん、それに準じる戦略的利益を共有する国々との連携強化を図るとしており、インド太平洋地域における、その安定の実現に尽力する方針が記されている。そして、最後には、慢性的な自衛隊の人員不足の現状についても危機感を示しており、その人材確保に向けた募集面、人員配置面、待遇面等の向上を図るべく、様々な施策で、これらの課題の解決に取り組むことを訴えている。こうした前提の下で、作成の上、公表された令和6年、2024年、反防衛白書であるが、中でも、スタンドオフ防衛に関して、具体例として挙げられた国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型について、注目が集まっている。今回の令和6年、2024年、反防衛白書では、現在、三菱重工業者を中心に、開発が進められている国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型について、新たに、最新の状態を表す写真が掲載されているためだ。そこには、開発元である三菱重工業者から提供された試作品であるとの説明文が付けられ、工場とおぼしき室内で、上部から、クレーン状のもので吊るされた状態である、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の姿が収められている。この写真の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、左斜め前方の少し髪型から、同誘導弾の前景を映したもので、黒光りするミサイル本体の中央部に折りたたみ、式の2枚の主翼、後方に、X 字に、4枚の安定翼を備え、ブースターは未装着に見える。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のベースとなったのは、2012年度より、陸上自衛隊が調達を開始した人に意識地対艦誘導弾であるが、こちらは、装輪式の車両の荷台部分に、ミサイルの発射機を搭載する形式の地対艦ミサイルシステムである。この人に、意識地対艦誘導弾の地対艦ミサイルシステムとは、ミサイル発射機を搭載した車両以外に、探知・索敵用のレーダー、中継、指揮統制、射撃管制、弾薬運搬の各システムを担う複数の車両によって構成されている。人に、意識地対艦誘導弾のミサイル本体は、直径が約 35cm、全長が約 5.0m、重量が約 700kg、最大射程がおよそ 200km 弱と推定されているが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、これを大幅に大型化したものとなっている。むしろ、名称こそ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型と呼称されているので紛らわしいのだが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、ほとんどすべてが新規に設計されたと目されており、実質的には別物とみなせるものだ。一見してわかるように、従来の人に、意識地対艦誘導弾のミサイル本体は、円筒形をした形状であったが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のそれは、ステルス性能を高めるべく、打角形にも見える、独特の形状へと変更されている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、こうしたステルス化に加えて、射程距離の大幅な延伸に伴い大型化されており、それに伴い、推進方式も、従来のターボジェット方式からターボファン方式に変更されると考えられている。ターボファン方式へと推進機構を改めた人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、まず、第一段階として、射程距離をおよそ 900km を目指し、第二段階では、これを、さらに、同 1500km 以上にする予定である。
この大幅な射程距離の延伸によって、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、現在の防衛省が唱えるスタンドオフ能力を有する兵装となる見込みで、これは、敵側の防空兵器の射程距離外からの運用を可能とすることを基としている。また、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、ベースとなった人に、意識地対艦誘導弾の地発型、陸上発射型にプラスして、艦発型、艦艇搭載型、空発型、航空機搭載型へと運用するプラットフォームを拡張する計画となっている。令和3年、2021年度の事業評価の時点で、開発期間については、地発型、陸上発射型は、令和3、2021年度から、令和7年、2025年度、艦発型、艦艇搭載型令和4年、2022年度から、令和8年、2027年度、空発型、航空機搭載型が、令和4年、2022年度から、令和10年度、2028年とされていた。今回の令和6年、2024年、艦防衛白書において、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型、陸上発射型の取得は、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルと合わせて、当初予定より1年早めた2025年度からと明記された。現行の人に意識地対艦誘導弾は前述したように、射程距離がおよそ 200km 弱と召されているため、これを対中国に向けて有効に運用するためには、南西諸島の島々に分散して配置する必要があり、その措置が取られている。しかし、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型であれば、第一段階のおよそ 900km と召される射程距離であっても、例えば沖縄本島に配備することで、南西諸島一帯をカバーすることが数値上は可能となり、運用効率の向上も期待される。また、仮に、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の第二段階の配備まで進めば、それは、九州本土に配備しても南西諸島方面をカバーすることが可能となり、飛翔速度が亜音速という点を除けば、飛躍的に防衛能力を向上させることとなるだろう。艦発型、艦艇搭載型や空発型、航空機搭載型になれば、プラットフォーム自体が容易に移動できることから、さらに、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のカバー可能な領域は増すことは間違いないだろう。ことに、プラットフォームの移動速度が、迅速な空発型、航空機搭載型が配備されれば、そのメリットは、最大まで活用可能と召され、現状では、母機としては、F2 戦闘機が候補として挙げられている。F2 自体は、2035年からの退役が始まる予定ではあるが、それまでは、同機が担う空対艦攻撃任務の重要性は、ますます比重を高めると思われ、以後は、これから開発が行われる GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が、その任を引き継ぐ予定である。